どうも皆さん、改めましてコーディです。こんにちは。アマゾンフレッシュっていうアマゾンの実店舗スーパーで、これさ、アマゾンのレビューと一緒でさ、ここにレビューが書いてある。 Hi Alexa, do you have Coke? Find Coke at our Uber Store。俺がね、アメリカに来てずっとね、行きたいと思ってたところに今日は行きたいと思うんだけど、そう、これはね、なんかアマゾンフレッシュっていうアマゾンのコストコみたいな感じで、アマゾンの実店舗スーパーでございます。で、なんかいろんな食料品が格安で購入することができて、なんか食料品以外にもなんかアマゾンのさ、ベストセラーみたいのもあんじゃん。ああいうのもたくさん売ってるみたいです。で、まあアマゾンフレッシュって日本でも聞いたことあると思うんだけど、日本ではまあデリバリーオンリー、そのデリバリーの実店舗がこのアメリカロサンゼルスにあります。そうで、これ本当にこれから説明していきたいと思うんだけど、結構すごくて、アマゾンのテクノロジーを駆使して、お客さんが商品を即座に見つけたり会計をスキップしたりできるようにすることで便利になり、食料品などをめちゃくちゃ早く購入することができる、もう多分本当に一番最先端のスーパーって感じで、日本みたいにアマゾンフレッシュでウェブでね、事前に注文することもできて、まあ、多分あの人そうなんだけど、ここからちょっと見えないんだけど、ピックアップだけすることもできます。で、今日は買いに来たので、今からスーパーに行ってきたいと思います。レッツゴー。うわ、めっちゃくちゃ楽しみ。これだ。え、すごくね。え、すげえ。すげえ。これさ、もう袋が全部のカートの中に入ってて、でここに多分アマゾン情報を入れて、で終わったらこれを持ってって出るだけ。アマゾン会員の？これ会員です。そう。あ、なるほど。ここで会員じゃない人は普通にお会計して、アマゾンの会員の人は多分これでも決済ができる。これさ、マジでやばくね？これさ、待って、俺のアマゾンの情報を入れてもいい？うん、まあ、簡単に言ったら会計しなくていいスーパー。そんなのさ、一番望んでたやつよ。そうで、ここはね、3年前ぐらいにできて、アマゾンのこのアマゾンフレッシュのスーパーが今では結構アメリカ以外の国まで進出してるらしい。でもまだ日本には入ってきてない。アメリカ以外だとどこある？イギリスかヨーロッパ系に店があって、そんなちゃんと調べてないから分かんないんだけど、店舗数はまだ めちゃくちゃ少ない。値段もちょっと今からいろいろ見ていきたいと思います。他のスーパーと比べて安いのか高いのかと、あと実際にこれがやりやすいのか、まあ、実際システムだけでさ、やりにくいっていうのもありえるから。まあそうだね。ちょっと自分のアマゾンの情報を入れてみます。へえ、面白い。あのアマゾン、普段使ってるアマゾンに登録してるクレジットカードから引き落とし。そうそうそう、なるほどね。多分アマゾンで買った情報も見られる。へえ、いいね。あ、履歴が出るんだ。多分履歴も出る。じゃあなんかさ、こっちにいるお母さんからしたら家計簿つける必要もないとかっていうのもあるよね。見直せんじゃん。確かに確かに。もそうだし、アマゾンフレッシュデリバリーもあるから、あ、これ買ってよかったなっていうのを、うんうん、次からデリバリーで家に配達してくれる。やばいね。アマゾンプライム入ってるし、それで家まで買う。あ、なるほどね。最強、一回来たらいい。確かに。こんな感じでコードが出て、ちょっとやってみるわ。最強。え、待って、これさ、あ、できた、入った。うわ、すごい。これ見てて、これさ、金額も全部出る。で、これ入ってるじゃん。で、これを抜くと、お、消えた。お、すげえ。すげえ。普通に食料品買うか。とりあえず俺来たかっただけだから、何買うか決めてないんですけど、今日用品で足りないものとか結構あるから、食材と、あと日用品、あと調味料とかある。そうだね。実はアメリカのさ、こういうスーパーって何が置いてあるのかみんな気になるもんね。で、これが多分ピックアップ。これが多分事前に注文してピックアップするだけ。多分決済も終わってて、ただ取りに行くだけ。でもめちゃくちゃいい。一番好きこのスーパーで。こういうさ、テクノロジー系のスーパー、うん、うわ、これめっちゃおもろ。これさ、アマゾンのレビューと一緒でさ、ここにレビューが書いてある。で、多分レビューした数がこれだと1153件あって、そのうちの星 4.5。 いいね。こっちの方が評価されてるね。しかも値段が安い、他のスーパーと比べて。なんか俺今日さ、インスタ、ツイッターで言ったんだけど、今円安本当にやばくて、で、僕たちみたいな、そう、日本から貯金してきてる人たちはもう結構本当に最悪な状況で、僕が来た時より17円曲がって1だと。だから1万円でも1万7000円、1700円違う。やばいね。
やばいやばい、マジやばい、自前の買い物で。じゃあ本当になんか今さ、アメリカに来て買い物するなら、日本に置いてない商品だったらいいけど、なんか旅行気分でこっちで日本にある商品買うのはちょっと違うよね多分。まあそうだね、ファッションとかだったら絶対そう、うん、日本の方がもう安い今から、ね、だから1ヶ月前まではアメリカで買う方が安かった。へえ。今はアメリカで買う方が高いっていうのが本当によく分かった状況だから、まあスーパーではあんまりあれだけど、どうする？それうまそうじゃない？けどさ、1万8ドルって絶対安いよ。安い安い、普通の店に買う、うん、2枚買って2枚買おう。そうそう、超近い。こうやってぐるぐる行っていい？俺全部見たい。いいよ、一回回ろうか。いい、すげえ。あそこアレクサ、はい、アレクサ Where is the milk?すげーすごい、え、出た。すごくね、ビス力がある。これやったら場所を教えてくれる。値段か。 Hi Alexa, do you have coke? Find coke at our 8&R4。 てか俺機械まで反応できるような発音になってきたわ。それが一番嬉しい。ちょ、ウォーターチャレンジしてくれない？ウォーターで認識されるのかっていうチャレンジを今からコーディがしたいと思います。Hi Alexa, do you have water? Do you have water? Find water at five and seven. ウォーターでもいけんだ。あ、じゃあめっちゃ日本語でやってみる。Hi Alexa, do you have water? You can find water at five and seven. めっちゃすげえ。あ、うどん食おうよ。夏。めっちゃいいじゃん。めっちゃ楽しい。俺コストコより全然楽しい。さ、スプレータイプのさ、オリーブオイルある？あんまりないんだよ。さすがにスプレータイプはないか。あ、ある。お、ある。これ結構便利じゃない？スプレータイプ。そう、オリーブオイル俺もこれはタイラーに教えてもらったんだけど、なんかフライパンの上にかける、本当にスプレー状でオリーブオイルが出る。めっちゃ使いやすい。いいね。え、ターゲット半額くらい安いよ、これ大好きなんだけど、このね、僕が一番好きなのはそれのね、オレンジマンゴーってやつがね、一番好きなんだけど。あ、売ってない。いや、とりあえず安い。このね、ヨーグルト美味しいよね。美味しい。ギークヨーグルト、ギリシャヨーグルト。そうそう、なんか、未来に来たみたいだね。みんなさ、この光ったカード、ね、確かに。これがね、めちゃくちゃうまかった。この間ね、友達に紹介してもらったんだけど、これのアサイ、アサイチョコレート。あ、これじゃん、アサイ&ブルーベリーフレーバー。これチョコレート、周りにチョコレートコーティングされてて、中にこのアサイブルーベリーのなんか美味しいやつが入ってて、これめっちゃうまい。これやっぱ安い。アイス安い。ケーキとか、これやっぱ、え、安っ。5ドル。え、5ドル？これでいいやん。ちょっとダイエット中。てかさ、アメリカ来てさ、ミルク飲んで？飲んでない。飲んでないし、俺も飲んでないんだよ。飲みたいんだよね。飲みたい。飲みたい。別に飲みたくはない。マジ？牛乳飲んでなかった？日本で。牛乳そのまんまで飲むことは。コーヒーにとかに入れることは。牛乳1本買ってみる。1本欲しい俺。で、アマゾンもともとホールフーズっていうアメリカの巨大スーパーと提携して、その商品が置いてある。けどなんか噂によると、アマゾンはホールフーズを撤退するらしいの。だから今後この店がどうなるかがすごい気になる。だからこれ基本置いてあるのはホールフーズっていうスーパーと同じやつが基本的に多い。あ、そうなんだ。うわー、うわー、安っ。コーディのさ、こっちのこっちで買えるおすすめのワインは、もしくは日本でもさ買えてこっちでも売ってるワインとかないの？まあ、日本で基本買えるは買えるんだけど、だってこれとかさ、これとか多分日本で買ったら倍以上する。50ドル、5、6000円ぐらいするんだよ。日本なんてやつ？デコーイ。デコーイシャルドネ。これ、まあ俺シャルドネっていう品種が好きだったので。あ、これとかもめっちゃ美味しい。これも好きだし。これいくらだった？これ2600円、こっちで買うと。カベルネソーヴィン。え、タイラがね、好きそうなやつある？エッグ。これスヌープ？なんか多分ここのブランドがいろんな人とコラボして作ってるんだけど、これ買ってこ、俺これ2本買ってくわ。なんかちょいちょいやっぱシステムだ。けどさ、これすごいのがさ、これ俺が入れた写真なの今、わかる？あ、本当だ。すごくね？カメラがこの内側についてるんだ。そう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 。ここがカメラだよ多分ね。
この1、2でこっちにも3、4つカメラついてて、あ、なるほど、これ多分アルコールだから反応してないの。21歳以上です。うんうん、アメリカってとりあえずアルコールめっちゃ厳しいもんね。多分買えなくなってる。あ、だけど書いてある。ID チェックやっぱ必要だ。うん、しかも総裁だね。フィールドってどう？コストコみたいなさ、食べる場所もあるんだ。ピザとか必要。今食べたい。ほんとだ、ピザ売ってんじゃん。うまそうこれ。で、うまそう。チキンヌードルスープだ。あ、うまそう。はい。This one's like fish. This is clam chowder. Yeah, clam chowder. This one is corn chowder. I don't like too much. This one has, this one is beef. Oh, Angus beef. Ooh, good. Yeah, good. Yeah, smells good. Yeah, and then these little white things in here, this is pasta. Oh, pasta? Is yeah. this pasta? Pasta. Oh, nice. And then there's like greens in it. It's good. I like nice. it. Nice. Looks good. Yeah, good. Do you like? Oh, yeah. Oh, nice. Not everything, but I have my favorites. Which one do I like? Man, this looks good. Chicken noodle. Yeah. I'm sorry. Uh-huh. Chai in. Oh, that looks good. Cheese. Meeting が始まりました。え、俺買っていい？いいよ。アメリカはね、この水とこの水が美味しいんだけど、めちゃくちゃ安い。あのセブンイレブンとかで買ったら、なんかこういうさ、正直あの作りもめっちゃ安い水がだいたい1ドル80セントぐらい、まあ 2ドルぐらいする時もあるのかな。けどここで買ったら、このめっちゃ美味しいやつがこの値段で売ってる。普通だったら多分ね、3、4ドルぐらいすると思う。 3.3 か、うん、これやばいよ。でこっちにしよう。これうまいです。これめっちゃうまい、この水。というわけで買い物は終わりたいと思います。合計金額が127ドルで、アイテムは22点。今の水とチョコレート、パン、チキン、おーすごい、ワイン、ミルク、ヨーグルト、オリーブオイル、うどん、ステーキだね。まあそんな感じの今回のラインナップになっております。というわけで買い物終わったんで出たいと思います。 Amazon ダッシュカートライン、バッツ。まあアルコールのチェックして。 Thank you so much。 けどアルコールなかったら多分一瞬で終わってるわ、はい、ね。すごっ。というわけで今買ってまいりました。22点で127ドルだから、え、でも本当に安いし、これもう3袋になっちゃったんだけど、安いし正直めっちゃ使いやすい。最初来るまでなんかめんどくさいかなって思ってたんだけど、実際来てみたらめっちゃ使いやすいし、めっちゃ安いから、まあ家からちょっと離れてるかあれなんだけど、ここはまあ確実にこれからめっちゃ使うと思います。でロサンゼルス内にも何店舗かあると思うので、まあロサンゼルス住んでる方だったり、アメリカ本土でどのぐらいあるのかちょっとわからないんだけど、下の概要欄に URL 載せておくと思うので、ぜひ皆さんそこからチェックしてみてください。まあまだ日本にはないからあれなんだけど、 Amazon フレッシュっていうデリバリーがあるので、その Amazon フレッシュジャパンも使いやすいと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで本日も見ていただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録の方本当によろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。バイ。